ってないよ。で、長いよ。全然切ってないです。髪染めた。染めました。ちょっと前に染めました。就活大変だ。あら、頑張ってください。応援してます。髪色バリかわいい。本当？嬉しい。いいね、バリって。いいな、方言欲しかったです、私も。はい、じゃあ早速なんですけど、のぎょうび選手権をやりたいと思います。今週ののぎょうびは火曜と木曜の2日だけなので、2分の1バレンタインという企画で行います。火曜のメンバー、私は2つの箱のうち1つにハートマーク、もう1つにバツマークを書いた紙を視聴者さんにも見せずに入れます。木曜のメンバーは箱の2つの箱のうちどちらかにハートが入っているか予想を発表してから箱を開けます。予想が当たれば木曜メンバーの勝ち、予想が外れれば火曜メンバーの勝ちです。です。はい、そうです。もうちょっとで、あ、1万人ありがとうございます。3分でありがとうございます。じゃーん。この箱に、このさっき書いたハートとバツを入れて開けてもらいます、木曜の場合。まあ2分の1か。まあこれは私の。じゃあ、どうしようかな。こうします。入れましたので、木曜の方楽しみに開けてください。なので、もう私の役目は終わっちゃったんですよね。そっか、今週2人か。バレンタインですよ、もう1週間だ。あと、あら、そんな感じ？みんなどうですか、バレンタインは。どんなお気持ちですか？チョコください。チョコ。これでよければ。母からもらいます。あら、いいじゃないですか。もらったことない。悲しいね。悲しいね。そっか、みんなもらう人いなさそう。あら。あ、ママと作る。かわいい。女の子かな。ママと作るんだ。かわいい。じゃあ皆さん楽しみに、1週間後。近況報告。そうですね、22日からバースデーライブが始まります。やばいよ、22だからあと2週間。いやー、ドキドキします。どうしよう。4期のバスら行く。嘘。やったじゃん、嬉しい。ね、楽しみなんですけど、ちょっとまだドキドキ、緊張。当たらなかった。やっぱり横浜アリーナだと外れる方が多いんですかね。見繰りでも外れちゃったっていう方がたくさんいて。あ、全落ち。あら。そっか。でも、
どうなんだろうな。真夏さんの卒業コンサートが最後にあるんですけど、もう悲しいなっていうお話です。本当にだからもう真夏さんと過ごせるのも本当にあと少しって感じで寂しいですね。うん、4期生ライブのは加入して半年で初めて4期生で単独でやったライブが横アリだったので、それ以来のということで、もうすっごいそのライブは覚えてて、すごいやっぱ大変で、一番大変だったんですよね。だからその時はもう全然もうみんなあわあわって感じだったので、成長した姿をしっかりと見せられるように頑張りたいと思います。中学生だった。そうそう、中3でした、その頃は。やだ、だってもう1ヶ月で高校卒業です。なんか、まあ、あんまり実感はないんですけど、まあでも悲しいは悲しいだと思います。うん、あ、今日その追試テストがちょっと前にあったんですけど、その追試とかの連絡がなんか来る日らしくて、私大丈夫でした。よかった、これでもう無事本当にきっぱりさっぱり卒業できます。よかった、本当に。いや本当になんかどこをなんか前々から覚え始めても、勉強テスト忘れちゃうので、私本当1日前とかにもう見て、あ、ここ出そうだなっていうとこだけ頭に入れて行ったんですよ。で、大丈夫でした。よかった、本当。あと最近は、最近私何してますか？最近何してるんだろう。何してると思います？あ、ちょっと昨日か一昨日かラジラ出て、もう一昨日、そんな経ったの？そんなでもないですけど、まだ全然昨日だと思ってたらもう火曜日でした。あら、早いわ。あ、YouTube の配信中の喫茶店見ましたか、皆さん？あれね、ずっと行きたかった喫茶店でようやく行けたんですけど、パフェ食べまして、思ったより大きくてこんなんで、あ、もうめっちゃ美味しかったです。私ほんと甘いの大好きなんで食べれました、全然。またやってほしいね。また今度はなんか、そう、最後にも話してたけど、ちょっとレイちゃんとかと一緒に二人で撮りたいですね。麦の野に真夏さん来るね。そう、来ます。そう、今日ちょうどね撮ってきて楽しかったです。お楽しみにしといてください。めっちゃなで方やん。で、そうだよそうだよっていうか、でもこれの服が余計なで方強調されてるんですけど、私白熊が立ったら私にそっくりで、立ち姿、皆さん調べてください、白熊立ったみたいなやつで、
そしたら私のこの撫で肩具合が出てきます。そう、今日はイヤリングもつけちゃいました。これは私ブログに雪とともに写真上げてたと思うんですけど、あれちょっと前にレイと行ってきて、金沢に行ってきて、でこれも金沢で買ったんですけど、めっちゃ楽しかったです。でどこ行ったかと言いますと、まず市場行って、生牡蠣を人生で2回目食べました。食べたり、あとはお寿司も食べて、あとはどこ行ったっけ、あ、茶屋街、東茶屋街みたいなところで、あとあれ21世紀美術館行ってみたいかったんですけど行けて、あとはあれ兼六園にも行きました。楽しかった。なプールのやつ、そうプールのやつ、でもプールのやつなんか予約しないとダメで、もうねダメでした、私行けなかったです。明日行くよ。嘘、行ってらっしゃい。雪をあんなに降ってるところに行ったの久々でした。何年ぶりかで、いや思ったよりやっぱ舐めて行っちゃったので寒すぎて、で途中で歩いてて寒くなったので、カイロと手袋とあとあったか靴下みたいなの買って履いてやってました。そんな感じ。今年はなんかいろんなところに遊びに行きたいです。旅行したい、一人でもちょっと旅をしたいですね。こんな感じでそろそろ前回メンバーからの宿題に行きたいと思います。前回メンバー、バレンタインで最高何個もらったことありますか。あやぴーさんからです。え、バレンタインもらったことだよね。もらったこと、中学生、あ、2万人の方ありがとうございます。2万人、あ、そう、バレンタインは中学生の時に中学生とか小学生の時は私毎年作ってました。作って、でお父さんにもあげてたし、学校のみんなにも配ったりしてたので、え、どんぐらいなんだろう、交換とかしてたので、え、10個ぐらいもらってたんじゃないですかね、多分そのぐらいです。え、皆さんのあれ最高何個か知りたい、ちょっと教えてください。最高何個もらったんですか。ゼロだよ。悲しい。悲しい。56? おお。なんか、ちょっと本当っぽい。6か7。おお。20。すごいね。98とか100は嘘だよね、絶対。
まあ、みんな嘘つき始めました。2個、あ、2個、2個は本当だね。4、6。いいね、いいな。男の子になって、いっぱいもらう人生送ってみたかったです。来世に行きたい。来世といえば ブラッシュアップライフ、私のモバメで皆さんにおすすめしたんですけど、めっちゃ面白くて、ドラマなんですけど、見てほしい、本当に。そう、そんな気なんですけど、おすすめのドラマです。じゃあ次回のメンバーへの宿題をしようと思います。どうしよう。次回のメンバー、何がいいですか？まあでも可愛い系だったらバレンタインの告白はみんないいねって感じですよね。バレンタインの告白いいでしょ じゃあそれにします。次回のメンバーへバレンタインの告白をしてくださいです。次回は木曜日です。楽しみにしててください。よいしょ。10分ぐらいですかね。じゃあ皆さんおしゃべりしましょう。最近楽しかったことなんですか？今かな。おお、いいね。ミーグリ、おお、いいね。釣り、いいね。映画たくさん見た。映画行きたい。映画館行きたいです、私も。今日キャンプしました。いいな。寒くないの？この冬にキャンプ。でもいいですよね、虫が出なくて。私もキャンプしたい。一人キャンプ、ソロキャンプしたい。課題多くて死にそうです。あら、課題は私もギリギリに頑張るタイプです。大丈夫大丈夫。受験落ちた。ああ、なんかさっきからあれだ、悲しいっていうか辛そうなコメントを拾っちゃいます。受験落ちちゃった。あらー、
髪もっと伸ばして。髪のどうしようかなと思ってて、私もでも切る選択肢はそんなないんですけど、まあ、あんまり長すぎてもなって感じなので、この辺でキープしようかなと思ってます。人生山あり谷ありですから。そうです、本当にそうです。あ、そう、私が最近読んだ本で、いいことをあんま起きないっていう方は、運って運がいいとか悪いとか言うじゃないですか。それ、運いいじゃなくて、なんだっけ、運を貯めてるんですよ、悪い時って。あんまいいこと起きないなっていう毎日は、運をその分貯めてるので、いつかそれが放出する時が来るので、いい日が来ます。だから大丈夫です。カヌレ食べたい。そう、私も今日食べまして、いただいて、梅さんがおすすめしてたお取り寄せのカヌレ、もう超おいしくて、外ガリガリ系大好きなタイプです。めっちゃおいしかった。占い行くタイプ、占い行きたいタイプ。たことはお仕事でしかないんですけど、めっちゃ行きたくて、じゃ占ってもらいたい。でも私絶対嫌なことはもう頭に入れない人なので、いいことだけを知ってルンルンってなって帰ってって感じ。恒例の晩ご飯決めて。今日か。今日は、どうしようかな。カツ丼。カツ丼。カツ丼って、あれですかね、卵で閉じてあるやつですかね。卵で閉じてください。カツ丼。カツ煮？それって分かんないんですけど、親子丼じゃないですよ。卵で閉じたカツの丼食べてください。週の初めなのでエネルギーをつけないと。でもちゃんと本当に皆さん食べてくれるんですよ、言ったやつを。だからみんな今日はカツ丼で。じゃんけんしましょう。いいですよ。 最初はグー、じゃんけんぽい。はい、勝ったかな。 スクショいいよ。なんかありますか、ポーズ。最近何のポーズ流行ってんだろうな、わかんない。じゃあピース。うさぎ。カムキリ。ハート。グータッチ。ぬいぐるみ持って。はい、今日はペンギン。はい、みきゅんきゅん、みきゅんきゅん、シュウペイさん取れましたかね、バッチリ。
って感じで取れた、よかった。ありがとう、いいえ。サッカー応援して頑張れ。お誕生日おめでとう。全然お誕生日じゃないです。明日卒論提出だ、頑張れ。お手手かわいい。いやだ、見せません。元気になった、よかった。来週ディズニー行く、行ってらっしゃい、楽しんでね。ビームください、ビーム。前髪上げて、あい。授業中こすり見てる。あら、まだ授業中なんだ。バレないように見てくださいね。沖縄に行きます。行ってらっしゃい。楽しんでね。カメラ目線ください。はい、ここカメラ。テスト応援して、ファイト、頑張れ。おやすみなさい、おやすみ。あやめんと目あったね、会いましたね。骨折したよ、あら痛い。頑張ってください。あと1分ということで、そろそろ終わりですね。次回の乃木曜日配信時間は決まり次第ショールーム公式ツイッターでお知らせします。お知らせします。皆さん明日からも頑張ってください。今日もありがとう。こちらこそありがとう。金曜日雪らしいよ。本当に？え、まだ寒いの？やだ。体調には気をつけてね。気をつけてね、みんなも。ということで、ありがとうございました。おやすみ、おやすみ、バイバイ。Bye-bye.